ニルス・ブロメールによって描かれた、リンゴを持つイズンと夫、ブラギ・ローランス・フレイリクによって描かれた、王人の渡りガラスの呪文家の一場面。イズントロキ、ヘームダル、ブラギ・イズンは、北欧神話に登場する、女神の一柱。イズン、イズーナとも呼ばれる。スノーリノエッタ第一部、ギュルビ・タブラカシ、第二十六章によれば、アース神族に、 永遠の若さを約束する黄金のリンゴの管理人で、死の神ブラギの妻でもある。無邪気でお人よしな性格だったとされている。口述の神話では、お人よしな性格が災いして、ロキに騙され、巨人にさらわれてしまい、彼女と共にリンゴが失われたことでアースガルズの神々が年老いる事態が発生した。ロキの口論では、ロキに罵倒されるブラギをかばい。 イズン自身が罵倒の対象にされるとうまく反論して、ロキをいさめるという、賢くしたたかな一面も見せている。青空のように真っ青な瞳と、晴れやかで優しげな美しい容姿を持っており、フレイヤと並び、アースガルズで最も美しい女神であるとされる。ロキの抗論で、ロキがイズンを罵倒する時も、皮肉混じりではあるがイズンが綺麗なことは肯定している。一方、 巨人にさらわれた際にはアースガルズへ連れ戻しに来た、ロキによって変身の呪文をかけられ、その姿を好みに変えられてしまったこともある。スノーリの言った第二部、守護法は次の物語を伝えている。ある日、イズンは、ロキに騙されて、巨人、スイアチに、リンゴともどもアースガルズの外、巨人たちの国、ヨトゥンヘームへとさらわれてしまう。とこ赤のリンゴを失った、 アース親族の神々は追い始めるのだった。神々の怒りに触れ、イズンを巨人から取り戻すよう課せられたロキは、フレイヤから借りた鷹の羽衣で鷹に変身し、水ア地の宮殿、スルムヘームへ向かった。ちょうど、水ア地は外出しており、宮殿にいたのはイズン一人だけだった。ロキは、イズンに対して素早く変身の呪文を唱え、イズンを一個の好みに変えて積み上げると、 そのまま爪に挟んで運び去った。水アチは、わしに姿を変えて追いかけたが、あと少しのところでアース神たちの用意した神落図の、火に翼を焼かれて墜落し、神々に倒された。ロキの呪文で好みにされていたイズンは、本来の姿に戻してもらい、年老いた神々にリンゴを配った。神々は、再び若さを取り戻して喜び、イズンは、自分がもう好みではないことが嬉しかったという。 ッタの、ロキの口論第17節が伝えるところでは、イズンは、自分の兄を殺した男を抱いたとされる。なお、イズンの兄についてはこのエピソードで存在が、ほのめかされるのみで、神話には直接登場せず名前も明らかでない。また、兄を殺した男とは、誰のことを指すのかも不明である。イズンはある日ユグドラシルの高い絵だから転落して、ニブルヘームへ落下したという。 この時のことが王人の渡りガラスの呪文化にも歌われた。ブラギをはじめ神々が彼女を探し、ニブルヘームで横たわっているのを見つけた。神々は冷え切った彼女の体を王人から預かった白い熊の毛皮で包んだ。イズンは寒さに震えながらもアースガルズへ戻ることを拒んだため、やむなくブラギだけが彼女の傍らに残ったという。この物語について、 一部の学者は、泉の転落は、秋の落葉、白い毛皮は雪を、沈黙し音楽も奏でなくなったブラギは、鳥の歌声が聞こえない様子を象徴すると考える。しかし松村武雄はこれを行き過ぎた推察だとしている。カールラーションが描いた、娘ブリータ粉する泉。ありがとうございます。